はい、ゾウの部屋です。3月14日東京ドーム中止、フェザー級グランプリ開幕、柴田継続再戦についてです。今日の19時からライジン記者会見がありました。ポイントは3つです。3月14日東京ドームは中止となり、3月21日に名古屋外資ホールで開幕戦を行うことになりました。また柴田など YouTuber の積極参戦も発表されました。その他、秋頃から外国人を交えたフェザー級グランプリの開催が決定しました。今回の記者会見では具体的な対戦カードなどは述べられませんでしたが、来週中に開幕戦のカードは全カードを紹介するそうです。いよいよ参戦する選手やレギュラーメンバーの復活などがあるみたいです。いよいよ参戦でいうと、バンタム級岡田亮選手、フェザー級伊沢選手、サスケ選手、牛久潤太郎選手などかもしれません。レギュラーメンバーでいうと、八千選手、市渡選手、金太郎選手が復帰する可能性が高いと思われます。また秋頃に開幕するフェザー級グランプリですが、外国人を交え、おそらく16人トーナメントが行われると思います。簡単にトーナメント参加候補者を挙げていきます。アウトサイダーからは朝倉の兄貴、白川、ダークリクト、シュートからは斉藤豊チャンピオン、シュートカンター平洋チャンピオンのサスケ、この選手は柔道出身でダートを極できる26歳の8勝1敗の若手期待のファイターです。アグレッシブなファイトスタイルもあり人気になると思います。また僕選手に勝った青井仁選手なども考えられます。ファンクラスからは待望の伊佐選手が参戦するかもしれません。ライジン王者斉藤豊選手に勝利し26勝5敗負けない試合をする固い選手でもあります。ただテレビ映えはしないかもしれません。ファンクラス2階級王者で173センチ、66キロ、32歳の今が一番強い時期の選手です。ディープからはディープ王者牛久潤太郎選手、173センチ、66キロ、25歳、21勝7敗、柔道出身の、こちらも相手を削るスタミナファイトをする地味強ファイターです。その他、朝倉未来戦で人気が出たドミネーター選手、ドミネーター選手にボコられている足田選手などが考えられます。また人気者枠として萩原恭平選手、平本蓮選手が挙げられるのではないでしょうか。あとは私個人的に一番強いと思うクレベル小池選手、その他カイル・アグオン選手など外国人を踏まえ、フェザー級グランプリが行われると思います。フェザー級グランプリとしては、誰が朝倉未来選手に勝つのか、クレベル小池選手はどこだけ強いのか、サスケ選手がブレイクするのか、平本蓮選手がトップどころに絡んでいけるのかが見どころではないでしょうか。ライジン27については来週中に全カード発表されますので、また動画にしていきます。あとは柴田選手だと YouTuber を今後参加させていく予定ですので、コージ VS 柴田が見られるかもしれません。以上です。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。